とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もですね、コメントいただきました。ありがとうございます。タワーシーズン8の30回のボスの倒し方ですね。これ結構コメント多かったんですけども、バブルの弓のクールダウン編成、今回出ます。それを使って倒すっていう人が結構いました。それを今日は紹介していきたいと思います。行くぞ。まずは1回の報酬ですね。1回の報酬でブラストだけ持っていってください。ま、これを取っていくとちょっと2回が若干きついんだけど、剣の邪悪な村人の破滅、これを1つ入れていくと、まあ、クリアがしやすくなるので試してみてください。4回の報酬、幽霊マントですね。これは周回するにあたって必須級です。5回の報酬、羽を取っていきましょう。羽がないとぴょんぴょんできません。6回の報酬、早いですけども、幽霊マントをブーツに変えていきましょう。こっちの方がスピードが上がります。10回の報酬、来ました。バブルの弓ですね。エンチャントを入れていきましょう。バブルの弓に、ロールチャージ。クールダウンショットで後でいいのでバーストボーストリングも入れておきましょうね。11回の報酬、ここでドラを取っていきます。15回の商人は無視して大丈夫です。次に行きましょう。19回の報酬です。ピグリンアーマー持っていってください。このクールダウンがついてないとぴょんぴょんが発揮できませんので絶対取るようにしてくださいね。続いて21回のパワー商人です。ここでブラストだけパワーアップさせていきましょう。27回の報酬です。剣、魂のナイフ、裏切りの刃、何でもいいので装備していってください。そうしないとここユニーク商人でパワーが上がりきれないのでちょっときつくなります。まあきつくもならないんだけどね。でバブルの弓上げていきましょう。それでは30回つきました。エンチャントはバブルバースターがロールチャージ、クールダウンショット、バーストボーストリング、そしてピグリンアーマーはクールダウンのみで大丈夫です。剣にも別にエンチャントは入れなくても大丈夫です。それでは1階に戻ってボスと戦いましょう。それでは行きます。ここは連射機が必要ですね。いつも通りのブラストビルドにドラがついてる感じです。では、行きましょう。しゃー、楽勝だね。途中で、このブラストだけじゃなくって、アップドラフトの書。あれが、27回か26回、そのあたりで出るんだよね。それを持っていくっていう人もいるんだけども、俺はこのブラストだけの方がいいかなと思います。はい。これもなかなか楽しいのでやってみてください。ただ、道中、ブーツがないので、若干周回速度は遅くなります。まあ、気分転換にやってみてください。では、報酬、見てみましょう。どんな感じだ？なるほどね。どう？両方ともクールダウンなし。太陽の愛ももちろん使わないか。はい、まあまあとりあえず太陽の愛でも取っていきましょう。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。